うん、そう。もうちょっとこっちに来て。大丈夫。ここのバルコニーに隠れてれば誰にも見つからないからさ。前？そうだね。あの時のパーティーも退屈だったよ。でも今回はあんたがそばにいてくれてるからなんとか耐えられそうかな。お腹空いた？確かここにデザートがあったと思うからちょっと待ってて。お待たせ。マカロンにイチゴのケーキ、それからキャラメルプリンだよ。どれから食べる？お、俺？それじゃあイチゴのケーキにしようかな。うーん、生クリームとイチゴの香りが最高だね。あ、お姉さん、随分といたずらが上手になったね。まったく、俺の隙をつくなんて。ってまた？よくも2回も。そっちがその気なら俺も手加減しないからね。ほら。あ、ジャケットに生クリームが。ああ、お姉さんのせいで汚れちゃった。冗談。いいよ、謝らなくて。高い服でもないしね。でも、俺をこんな風にさせた責任はちゃんと取ってもらうからね。どう責任を取るかって？そうだね。まずはこうして、俺にキスしてもらおうかな。早く入って。にしても急にひどい雨だね。すっかり濡れちゃったよ。ほら、タオルよく拭いてね。最近は特に冷えるから気をつけないと風邪ひいちゃうよ。お、髪を拭いてくれるって？あ、嫌ってわけじゃないよ。ただ、わかった。それじゃあお願いね。もしかして届かないの？うんうん、それもそうだよね。ごめん、ちょっと頭を下げるよ。これでいい？うんうん、大丈夫。ちょうどいいよ。なんかさ、この前オーロラを見に行った時のことを思い出さない？あの時もあんたは俺の髪を乾かしてくれてた。けど今はあの時とは違って、俺たちは本当に付き合ってる。そうだよね、お姉さん。お、今なんて言ったの？もうちょっと大きい声で言って。これからもそばにいてくれるって？約束だからね。絶対に破っちゃダメだよ。